イリアー・エフィ・モビチ・レーピンは、移動派を代表するロシア帝国の画家、彫刻家。心理的洞察を持ち合わせた、写実画によって、名高く、いくつかの作品は既存の社会秩序の矛盾や、階層間の緊張をあらわにしている。社会的名詞の肖像画を制作する一方、しばしば貧困や差別にあえぐ社会の最下層を、題材として、数多くの作品を残した。 クルスク県の復活大祭の重事業、トレチャコフ美術館レーピンは、ロシア帝国ハリコフ県時代のチュグエフで生を受けた。この地は、ハリコフの近郊であり、スロボジャーンシュチナと呼ばれた、ウクライナの歴史的地域の中心部であった。両親は、ロシア人入植者であるため、民族的には、ウクライナ人でない。1866年に、地元の遺恨画家、 イワン・ブナコフの下で徒弟として修行を積み、肖像画の予備的な勉強をしてから、サンクトペテルブルクに上京し、短期間ロシア帝国美術アカデミーへの入学を許可される。1873年から1876年までアカデミーの許可を得て、イタリアとパリに留学。後者においては、フランス印象主義絵画に接触して、 色と光の使い方に永続的な感化をこむる。それでも依然として、レイピンの画風は、西欧の古い巨匠たち、ことに、レンブラントのそれに近く、レイピン自身が印象派に属することはなかった。自分と羊の同じ一般大衆に生涯を通じて注目し続け、しばしば、ウクライナやロシアの地方の庶民を描いた。 レイピンだが、後年になると、ロシア帝国のエリートやインテリゲンチャ、ニコライニセイなどの貴族、皇族らも描くようになった。レイピンの有名な肖像画として、アントン・ルビンシテイニや、モデスト・ムソルグスキー、レフトルストイ夫妻を描いたものが挙げられる。ボルガの船引きロシア美術館1878年に、自由思想の巡回美術展協会に入会。この団体は、 レイピンが上京した頃感覚のアカデミックな形式主義と戦ったグループであった。1870年代前半に制作した絵画、ボルガの船引きを巡回美術展に出品したことにより、レイピンの名声が確立する。この作品は、重労働につく多くの貧民を描いたものであって、希望なきロシアの青年を描き出したものではない。1882年からは、 サンクトペテルブルクに住むようになるが、しばしば、ウクライナに帰郷し、機会を見て、外国旅行にも赴いた。レイピンのカントリーハウス、ベラルーシ、イワン・ライテーと、ミコイワント・レチャコフ美術館2018年に、来場した男が棒で叩いて作品に激しい、損傷を与えた。1913年にもナイフで切り付けられている。トルコのスルタンへ手紙を書くザポロージェコサック。 ロシア美術館、1九百一年五月七日の国家、評議会百周年記念祝典ロシア美術館八百八十一年、アレクサンドル二世が暗殺される直前に、レーピンは、ロシアの革命運動をテーマに扱う一連の絵画に着手する。中でも、待っていなかったは、間違いなく、革命を題材とする、風俗画の傑作であり、絵の中の人物同士の対照的な気分と、 民族的なモチーフとが混ぜ合わされている。大作のクルスク県の十字架更新は一堂に会した様々な社会階層とその間の緊張した関係を一つの伝統的宗教行事に託して描くとともに、緩慢にではあるがたゆまず続く前進というモチーフでまとめ上げている。このことから本作はロシア民族様式の素形と言われることがある。年には、 心理的側面において、最も強烈な絵画、イワン・ライテイと、ミコイワンを完成させる。カンバスの中で、イワン・ライテイは、怒りを抑えきれずに息子を殴って、深手を負わせてから正気に戻り、死にゆく息子を抱きしめつつ恐れをの,のいている。怯えきったイワン・ライテイの横顔は、力ない息子の横顔と対比をなしている。レイピンの最も手の込んだ絵画は、 トルコのスルタンへ手紙を書くザポロージュコサックたちであり、服従を迫るスルタンに大使コサックたちが長老に、満ちた変賞をしたためる、という伝説的場面が主題である。この作品は完成までに実に長い歳月を要した。本作のそもそものコンセプトは、様々な笑顔の見本であったが、レイピンはまたこの画題の中に自由、平等、迫愛の理念が内包されているとも考えていた。彼は、 ウクライナコサックたちの共和主義の理想を描こうとしたのである。1870年代の末に着手され、ようやく1891年になって完成したが、皮肉にも完成後すぐにサーリによって買い上げられた。代金は3万5千ルーブルであった。この数字は、それまでロシアの海外に対して支払われたうちの最高額だった。成熟期のレーピンは、 数多くの著名人の同胞を描いており、レフトルストイやドミトリー・メンデレーエフ、将校、ポベドノスセェフ、事前事業家、パーベル・トレチャコフ、ウクライナの詩人タラス・シェフ・チェンコラを描いた。1881年には、ウラディーミル・スター・ソフの妖精もあって、死が間近に迫っていたモデスト・ムソルグスキーの肖像を描いており、ムソルグスキーの死後、その肖像が追って、 ムソルグスキーをアレクサンドルネフスキー寺院に埋葬する費用に充てたという。1889年には作曲家のアレクサンドル・グラズノフから管弦楽曲東洋風景誌曲作品29を検定されている。1903年にはロシア政府からの移植で国家評議会創設100周年記念式典を描いたレーピン最大のカンバスが制作された。レーピンは サンクトペテルブルクのマキタニアルクをからに自宅、ペナトゥイを構えた。1917年のロシア革命とフィンランド独立によってド地がフィンランド領に編入されるが、レーピンはそのままド地に止まった。ソ連政府はたびたびレーピンに帰国を要請したものの、あまりに高齢であることを口実にレーピンは帰国を断り続けた。レーピンの死後、 ソ連フィンランド戦争によって領土が再編されると、クオックからはソ連当局によりレニングラード州に編入され、レーピンにちなんでレーピノと改名された。ペナトゥイは1940年にレーピン美術館として公開され、現在はサンクトペテルブルク歴史地区と関連建造物群の一部として世界遺産に登録されている。ありがとうございます。